続いてはダンス愛好会ネストです。お願いいたします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。じゃあお座りいただいて。あ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまずは自己紹介していただけますでしょうか。はい、大正大学ダンス愛好会ネストに所属しています。歴史学科日本史コースの佐野穂乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダンスってやっぱり興味ある人いっぱいいると思うんですよ。で、やりたい人多いと思うんですけど、ネストではどういうダンスをやられてるんですか。はい、大きく分けて、7種類のダンスに分かれています。まず一つ目にヒップホップという一番王道なジャンルの、ダンスになります。そして二つ目が、ロックという鍵を、モチーフにしたダンスになります。はい、そして三つ目が、ガールズという女性らしい動きを基調としたダンスがあって、はい、そして4つ目にその元々が発祥が喧嘩と言われているそのクランプという力強い男の人がよく踊っている振りがあって、そして次にポップですね、よく言うのがロボットダンスという、というのがあって、最後に、いっぱいド派手な技が出てくる、ブレイクという、ジャンルが分かれています。大きく分けて、あともう一つですね、もう一つ、R&B というその、邦楽や、しっとりとした曲調に合わせて踊る、R&B というものも7つに分かれています。じゃあもう幅広く7つあるんで、もうどんなダンスをやりたい人でもぜひ大歓迎という、あ、そうですね、来ていただければ何か一つは自分のやりたいものが見つかるんじゃないかなと思います。はい、やっぱり本当になんかもう小さい頃からダンスやってる人もいるじゃないですか。で、皆さん大体どれくらいから始めてらっしゃるんですか。そうですね、やってる人はもともと小学生の頃からとかやってる人ももちろんいるんですが、あと半分以上は初心者の人になっています。でもそういう意味では、今まで高校までやったことなかったけども興味があってやってみたいっていう方も全然大歓迎。はい、大歓迎です。あ、そうですか。はい、でも今回やっぱりコロナ禍でみんな揃って何かをするっていうことがものすごい制限されたじゃないですか。そうですね、ダンスって一人で踊ってももちろん楽しいでしょうけど、やっぱみんなで踊る醍醐味、これ今年ね。そうですね、その学祭に向けて今練習をしているんですけれども、はい、それに関してはステージに乗せる人数が制限されていたりだとか、はい、練習も全員集まれずに分けて行っているんですけれども、うん、そうですね、なのでだいぶ会えない人とかいて寂しいところはありますね。ちなみに今全体でどれくらいの人数がいらっしゃるんですか。今大体1年生から4年生含めて70人の70人、はい、メンバーがおります。じゃあもうね、できたらね、70人揃ってね、そうですね、ステージを本当に縦横無尽に、はい、もう踊りたくてしょうがないじゃないですか。そうですね、なんか家で個人的に踊ったりだとか、はい、そういうのもしてるメンバーもいるので、はい、みんな踊りたくてうずうずしてるんじゃないかなと思います。じゃあオンラインダンス稽古みたいなしたんですか。ジャンルによってはするところも、はい、ありました。画面越しでそれぞれ筋トレしたりだとか、はい、リズムトレーニングしたりだとか、はい、そういうのをやってるジャンルもあります。そういう意味では本当、ね、映像も拝見させていただきましたけど、皆さんが揃ってるのをうまく編集したり、皆さんやっぱそれぞれね、そういうものも使いながらデジタルなところもね。そうですね、なかなか難しいところではあるんですけど、新しいのにチャレンジしたいなっていう気持ちもあったので、はい、はい、なんかやってみました。で、70人でこうなんかこういろんなこう踊りのジャンルが7つ分かれてるってお話を聞きましたけど、これもやりたい、これもやりたいっていうのも大丈夫ですよね。はい、中にはそのジャンルを掛け持ちしてる人もいまして、はい、まあ、やっぱり2つ全力でやるっていうのは難しいことではあるんですけれども、はい、でも所属したからにはって言ってみんな責任を持って全力で取り組んでくれています。はい、じゃあもう1個だけじゃなくていっぱいやりたいっていう方も、もう遠慮なくどうぞ。遠慮なく、はい、来てください。で、今日はパフォーマンスを実際ここでご披露いただくみたいなんで、はい、私も楽しく拝見させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大正大学ダンス愛好会ネストです。私たちは毎週火曜日と木曜日に、毎週18時から練習をしています。今学祭に向けて練習中なんですが、ぜひ皆さん今日はですね、30秒ほどのヒップホップのダンスをご紹介したいと思います。そしたら皆さん最後までお付き合いの方お願いします。それではミュージックスタート。愛好会ネストでした。ぜひ皆さん遊びに来てください。ありがとうございました。